突然ですが皆さんは何かミスや間違いを犯してしまった時どのような対応を取るでしょうか。ミスや間違いを正直に認め、仕事であれば上司に包み隠さず報告する。それができれば心への負担も少なく、今後の対応にもつながることと思います。そう、素直に伝えられる環境であれば、ミスをすれば上司から罵られ、時には殴り蹴られ、さらには従業員同士で殴り合うことを強要される。そんな状況であれば皆さんは素直に伝えることができるでしょうか。朝の9時から夜中の2時まで食事抜きで働かされ、そして死ぬまで暴行を受け続ける、そんな職場が実際に存在し、その被害者の中にはなんとまだ4歳の男児もいました。筑後リサイクル店事件。2014年4月11日、知人名義の消費者金融カードを使い不正に現金を引き出したとして、中尾信也容疑者当時47歳とその妻中尾千佐容疑者当時45歳が逮捕されました。そしてこのことがきっかけとなり、この夫婦が関与したとんでもない事件が明るみになります。それは夫婦の周辺で複数の人が行方不明になっているということが分かり、警察は慎重に捜査を進めました。すると同年6月16日、警察の取り調べに対し中尾容疑者がついに自供しました。元従業員の遺体を実家の庭に埋め、白骨化した骨を砕いて川に捨てた。その供述をもとに警察が彼の実家周辺や川を捜索したところ、人の骨の一部を発見。見つかった骨はこの夫婦が経営していたリサイクル店に住み込みで働いていた A さん当時22歳、そして中尾千佐容疑者の義理の弟にあたる C さん当時34歳と一致。このことから夫婦は A さんに対する殺人罪で再逮捕となり、そしてその後も数々の犯行が明るみになっていきます。それから約5ヶ月間の間に、先ほど触れた義理の弟、さらには4歳の子供を含む3人に対する殺害の容疑、傷害致死で再逮捕起訴され、結果として妻の千佐被告には懲役30年、夫の信也被告には懲役28年が言い渡されることとなります。義理の弟、さらにはわずか4歳の子供までもを殺害した中尾夫婦、一体なぜこのような悲惨な事件が起こってしまったのでしょうか。そこに見えたのは、従業員や周りの人に対し恐怖を植え付け服従させる洗脳じみた日常でした。それでは事件の詳細です。本件の犯人である中尾夫婦、二人は結婚した後に干物の行商を始めました。しかし一向に業績は上がらず、しばらくすると夫婦ともに自己破産。そして2003年に再起をかけ、福岡県筑後市にリサイクルショップエースを開業します。2003年4月下旬から8月、 A さんそして B さんがエースで働き始めます。二人は主に商品の磨き作業や清掃を担当しますが、その際ミスがあった時や嘘をついた時、仕事をサボっていた時には、中尾夫婦が長時間にわたり説教、そして体罰を行っていました。例えば清掃の場合、砂一粒、髪の毛一本、曇り一つでもあるとミスとなり、体罰に加えてミス一件につき給料から1000円を罰金と称し天引き。また罰として消費者金融で借金をさせられることもありました。中尾夫婦が店に来るのは週に1回ほどですが、夫婦がいない時にも10分ごとに電話で仕事の進捗状況を連絡することが課せられていました。さらにはトイレに行くにも監視付き、仕事に関しても従業員同士で監視をさせ合い、問題があった時にはビンタお願いしますと言わせ、従業員同士で殴り合いをするシステムまでありました。そんな状態が続いた2003年12月、 A さんと B さんの2人が中尾夫婦のアパートに住み始めます。その背景、理由に関してははっきりとしていませんが、おそらくは給料が足りず家賃の支払いができなくなったのではないか、もしくは夫婦に無理やり連れてこられたのではないかと推測されています。そしてこのことをきっかけに、2人は仕事のことだけでなく、その私生活に関してもしつけと称し、夫婦から体罰を受けるようになりました。さらにはどちらかがミスをするともう一人に体罰を行わせたり、食事を抜かれたり、そんな状態が続いたことで、 A さんと B さんの2人はみるみる痩せ、次第に衰弱していきました。それから4ヶ月後の2004年4月、 A さんの様子がおかしいことに気づいた A さんの母親がエースを訪れます。ですがこの時、中尾夫婦は母親と A さんを会わせず、 A さんに貸したという700万を母親に請求します。その背景すらわからない母親、
しかし渋々これを了承し、お金を支払うことにしました。そしてそれから数日後、なんとか支払いを終えた母親は電話にて A さんに会えるように再度求めると、夫婦は通話状態になった電話を A さんに渡します。声だけでも衰弱していることがわかる A さんですが、母親には大丈夫とだけ伝えました。しかしこんな状態が長く続くはずもなく、ついに最初の犠牲者が出てしまいます。約1ヶ月半後のことでした。度重なる暴行の末、 B さんが死亡。夫婦はこのことについて、 A さんの暴行で B が死んだ、だからその責任は A にあると主張し、 A さんに対し体罰を加えます。そしてそれから約1ヶ月後、ついに A さんも体罰により死亡。同年7月、 A さんと連絡が取れなくなった A さんの母親が A さんの捜索願いを警察に提出。ですがこの時には A さんの死亡は発覚せず、行方不明として捜査が続けられます。もちろん中尾夫婦にも確認がされますが、夫婦は A さんの行方について知らないの一点張り、何か知っているはずと疑う母親でしたが、その証拠はなく、時だけが虚しく過ぎていきます。それから約2年後の2006年4月、中尾千佐に誘われ、彼女の妹、そしてその夫 C さんがエースで働き始めます。5月、 C さんは自分の能力や経歴から横暴な態度をとっていると夫婦から責められ、店内の社長室に住むようにと言われます。その後には商品の本を読んだなどとして物置部屋に閉じ込められ、中尾夫婦や自分の妻、従業員から顔や頭を殴り続けられました。そんな状態が続き、最終的に C さんはこの場から逃げ出そうとしますが、それを察した中尾夫婦に監禁されてしまいます。そしてそれから3ヶ月後の8月、夫は監禁され、奴隷のような扱いを受け、いつ自分が標的になってもおかしくない、そう感じた C さんの妻が半ば夜逃げ同然で一人逃げ出します。その際、息子である D 君を置き去りにし、 D 君は中尾家で生活するようになりました。その1週間後には C さんの妻が中尾夫婦の元に戻りますが、 D 君は中尾夫婦に囚われたままでした。そして10月、 C さんが夫婦から激しい暴行を受け、最終的に胸や背中をゴルフクラブで殴られ、そのまま亡くなってしまいました。また D 君に対しても頭や顔を殴るなどの暴行を繰り返し、同時期に死亡させています。 C さんの死亡、そして D 君の死亡については外部に全く情報が出ず、捜査が始まることすらないまま時が過ぎていきます。本件に関する警察の捜査は A さんの捜索が続けられていたことのみ。2012年9月には筑後市が D 君が小学校に入学していないということから、その所在調査として福岡県警に相談をしますが、結局これといった進展はありませんでした。そんな中迎えた2014年4月、冒頭で触れた通り、中尾千佐容疑者が以前交際していた男性のキャッシングカードを使い、お金を不正に引き出したとして、中尾夫婦が窃盗容疑で逮捕され、そして本件が発覚するに至ります。翌5月には、中尾真也容疑者の実家の庭や、供述にあった川から複数の骨が発見され、さらに後の供述から、千佐容疑者の指示で、夫実家の敷地内に遺体を埋め、時間が経った後に骨を掘り起こし、砕いて川に捨てたことが判明します。その後の DNA 鑑定により、骨は A さん、B さん、C さんのものと一致しましたが、D 君の骨は未だに見つかっていません。そして2017年1月27日と3月27日、行われた本件の裁判では、中尾夫婦はお互いに罪をなすりつけ合う、醜い姿を晒していました。夫が切れて起こした事件だ。そんなことはない。妻も殺人に共謀し、私は指示されていただけだ。全く反省の色も見えず、自分は悪くないことを主張した二人でしたが、結果的に犯行の主導者は千佐被告であったと判断され、中尾千佐被告には懲役30年、中尾真也被告には懲役28年の刑が言い渡され、本件は幕を下ろすこととなりました。中尾夫婦の手口、それはマインドコントロールにも近い恐怖で従業員を支配することでした。過去にこのエースで働いていた従業員によると、中尾夫婦がいない時にも殴り合っていたのは、そんなことよりも夫婦が怖かったからです。暴力で支配し、抵抗できない状態にする、そしてお互いのことを監視させ合い、憎ませるように仕向ける、そんな状況が日常化され、だんだんと感覚が麻痺し、それが当たり前になってしまうのです。
現に A さんは時々一人で外出もしており、逃げようと思えば逃げられる状況であったにもかかわらず、中尾夫婦の元に戻り、この生活を続けました。こういった洗脳に近い事件はたびたび起こりますが、非常に考えさせられます。被害に遭った A さんの遺族はその思いを一言このように語っています。一生苦しんでほしい。今も毎日玄関で待っているから、いつでも帰っておいでと息子に向け語りかけているそうです。最後になりますが、本件で被害に遭われた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。